1972年、翌年に開港を予定していた新東京国際空港への空港アクセス列車として誕生したスカイライナー。爽やかさとスピード感、そして空への広がりを彷彿とさせるこの名称は、1972年11月、当時の千葉県知事をはじめとした選考会によって日本全国の小学生による公募の中から満場一致で決定。1973年12月、京成上野駅、京成成田駅間で運行を開始。当初は成田山山系のお客様向けの有料特急として運行。1978年5月21日、新東京国際空港の開港と同時に、本格的な空港アクセス列車として京成上野駅、成田空港駅間で運行を開始。新しい空の玄関口と都心を結び、日本の海外旅行熱を大いに盛り上げた。1990年6月19日、2代目スカイライナーとして AE100 型が運行開始。1991年3月19日、現在の成田空港駅が開業し、空港ターミナルビル直下への乗り入れを開始。1992年12月3日、成田空港第2ターミナルの開業に合わせて空港第2ビル駅が開業。2007年7月31日にはスカイライナーご利用が1億人を突破。2010年7月17日、成田スカイアクセス開業。開業に合わせてスカイライナーの車両では3代目となる AE 型が運行開始。在来線最速となる160キロ運転で日暮里駅、空港第2ビル駅間を最速36分で結び、都心成田空港のアクセスを飛躍的に向上させた。2019年10月には運行本数の大幅増発を行い、終日20分間隔での運行を開始。2022年2月には青戸駅、11月には新鎌ヶ谷駅への停車を開始して利便性をさらに拡大。近年ではキャラクターのラッピング車両を運行するなど、あらゆるお客様にスカイライナーを楽しんでいただける企画を実施している。2023年10月、3代目スカイライナーはご利用4500万人、そして2024年6月9日ご利用5000万人となった。激動の昭和から平成、そして令和、スカイライナーはこれからも多くのお客様に愛され、多くのお客様にご利用いただく列車として歩みを続けていく。